二の島とは、瀬戸内海の広島湾に浮かぶ島。行政区分としては、広島県広島市南区二の島町に属し、地域の最南端に位置する。広島市内の島としては、最も大きい。2018年6月末時点の人口は797人、世帯数は498世帯。ランドサット衛星写真より作成。広島港側から見た。 秋生富士広島港の南約3キロメートルに位置する。島の北側には秋生富士と呼ばれる山があり、広島市街や広島湾岸からも望むことができる。また、中区富士見町はこの秋生富士が綺麗に見えるところからその名がついたという。島には平地が少なく山勝ちである。南側には天然の砂浜と干潟がある。江戸時代には 二次の港として生え、二の島と呼ばれていた。これは、広島湾が遠浅で、大きな船舶が岸まで入れなかったためで、一度二の島に、二を下ろし、そこからより小さな船で本土へと運んでいたという。古い文献では、二の島、三の島、二の島、三の島などの表記も見られるが、後に、富士山に似た山のある島から来ていると言われる、二の島の表記が定着する。 行政区分上は、江戸時代から1929年に至るまで、秋郡、二歩島村に属していた。1929年に、二歩村が、広島市に編入合併されて、以降は、二歩町の一部であり、1933年に、二歩町から分離して、二の島町が新設され現在に至っている。1895年から第二次世界、大戦終了直後まで、 陸軍の二の島検疫所が置かれており、現在でも当時の軍事施設の遺構が残っている。日露戦争、第一次世界大戦当時は検疫所内に捕虜収容所も併設された。第一次大戦時に収容されていたドイツ人捕虜カール・ユーハイムが収容中に日本初のバウムクーヘンを焼いたというエピソードがあり、日本におけるバウムクーヘン発祥の地と言われる。 1945年広島市への原子爆弾投下後には検疫所が臨時の野戦病院として使用され1万人ともいわれる被災者が二の島に運び込まれた島に埋められた死者も多く2018年時点も遺骨の発掘が行われている慰霊碑も設置されている検疫所跡地には原爆投下により生じた戦災孤児 戦災不老児に対する復讐を目的とした二ノ島学園が設立されている。また、早い時期からサッカーが盛んに行われた場所でもある。1919年には、第一次世界大戦で日本軍の捕虜となり、島内の二ノ島県役所に収容されていたドイツ人と広島高等師範学校学生による親善試合が広島市内で行われ、これが 日本で初めてのサッカー国際試合とも言われる。1954年には、二の島中学校教師であった渡辺秀丸が全日本に選ばれている。二の島中学校は、広島サッカー界でも古豪として知られ、1970年には、第1回全国中学校サッカー大会で準優勝している。本州や他の島との間に橋などはなく、 船舶による連絡に依存する。島の西側、家下地区に、三島港、東側の長谷地区にある、二の島学園前に、二の島学園前桟橋があり、二の島汽船とバンカーサプライが、広島港との間に定期航路を運行している。島内には、バスやタクシーなどの交通機関はない。二の島港近隣にて自転車の貸し出しが行われている。 外周道路の南側を除く多く道路は車両の通行ができなくなっている。また、島内には信号機が一つも設置されていない。魚釣り、潮干狩り、海水浴、みかん狩りなど。かつて砂利運搬船の保有数が日本で最も多かったほど砂利採取運搬が盛んであった。漁業では柿養殖が盛んで、島を取り巻くように数百の柿イカダが浮かべられている。 ナマコ、タコ、メバルなどの沿岸漁業も行われる。ありがとうございます。